どうもおじさんです。今回は工事の視覚処理のお話をしていきますおさらいですが視覚の処理経路には配足時ホエアー経路と副足時ワット経路がありました V2 やからは V3 やを経て大細胞系の経路と小細胞系の経路で処理の流れが大きく分かれます 大細胞系の主な経路は頭頂連合矢へと投射される経路で配属時ドーサルストリームと呼ばれますこの経路には MT や、MST 矢が含まれますなお MT 矢へは V1 矢の 4B 層と6層から直接入力を受ける経路もあります一方小細胞系の主な経路は V4 矢を経てか側頭皮質へと投射されます この経路は複側時、ベントラルストリームと呼ばれます。機能的には配側経路が運動や空間認知に関する情報を処理し、複側路が物体認知に関する情報を処理すると考えられています。これは、盗聴連合やを損傷すると空間的課題の遂行に障害を受け、 加速灯皮質を損傷すると物体の形の処理を必要とする課題の遂行に障害を受けるという人や猿の事例によっても裏付けられています。こうした特性の違いから配速炉はホエア経路、副速炉はワット経路とも呼ばれています。また、頭頂連合屋が運動系に出力し、運動行為に関連していることを強調し、配速炉をハウ経路と呼ぶこともあります。 肺側炉は時間解像度の高い大細胞系の経路を経ることで観察者自身の動きによる視野上の視覚情報の変化に瞬時に反応できるような高速処理を行っています。一方、副側炉は空間解像度が高く、色覚に関与する小細胞系の経路による投射を受けることで、顔などの細かい対象の特性も識別できるような処理を行っていると考えられます。 こうした2つの経路の時空間特性の違いは網膜神経節細胞に端を発していると言えますが肺側炉は大細胞系、副側炉は小細胞系、というように神経細胞集団が完全に分かれているわけではありません副側磁である V4 や以降では 対象特異的な脳領域があると考えられています例えば顔や身体風景や物体文字に特異的に反応する領域が報告されていますただし特異的と言っても他の刺激よりも優位に反応するという意味であり他の刺激に全く反応しないというわけではありません キーワードは「防水上化を領域」です顔近くのヒト脳内対応部位として側頭洋服内側部の防水上化を領域 FFA フュージフォームフェースエリアの存在が知られていますまた脳波を用いた研究では 顔刺激を提示すると約170ミリ秒後に右半球側頭後部に特徴的な陰性電位 N170 が生じることが報告されています。そして顔の倒立画像は、成立画像に比べて N170 成分が増強されて、やや遅れることが示されています。FFA 以外にも後頭顔領域、も顔近くに関連し、 特にに目、鼻、口ののような顔の部分処理に関わってていいるとされています FFA は顔の全体処置と関連し個人識別のような配置情報の認知に関与しています FFA を損傷すると相棒出人という顔を見ても誰の顔か分からず個人の同定ができないという症状が現れます声や服装からその人物を特定することは可能です また、肌の質感やパーツの形も分かりますが、顔ということしか分からず、自分の顔を見ても誰か分からなくなってしまいます。そのため、FFA は顔の配置処理と関連することが指摘されています。顔認識に関する有名な現象として、サッチャー作詞があります。これは 顔画像の目と口を上下逆さまにして配置した顔画像を観察する際に生じます。そのような顔画像を成立させて観察した場合はすぐにその不自然さに気づきますが、倒立させて観察した場合は気づきにくいのです。これは倒立効果と呼ばれています。顔を倒立させると、その不自然さや表情に気づきにくくなったり、顔の認識そのものが困難になるのです。 また、顔の個別要素、特徴では倒立効果が示されないことから、倒立効果には顔の全体的構成に基づいた処理過程が影響していると考えられます。顔の倒立画像を観察する際の N170 成分は、成立画像に比べて増強され、やや遅れることが示されています。 視覚性語形領域は、左半球の防水状階中部にあります。反対側に防水状階下を領域があります。この領域は、文字の認知と関連しており、損傷を受けると、文字が読めなくなる出読症を発症します。脳波研究では、文字列に対して、 左優位の側頭後頭部に特異的な N-170 成分が示されることが報告されておりブファ起源だと考えられています海馬妨害場所領域は風景の符号化や認知に関連して反応しますこの領域は室外、屋内、自然、人口 気状を問わずあらゆる背景的な要素に反応します。歯の機能には左右差があり、右は知覚的な機能、左は概念的な機能を担います。脳卒中などで歯歯を損傷すると、風景の中にいる物体や人物は認識できるのですが、風景が認識できなくなるという症状が引き起こされます。 優先両外身体領域は顔を除く身体部分に反応する領域で MT やのは異側にあります EBA は写真、線画、シルエットにも反応します防水上階にも体に選択的に反応する領域がありますがフバ、フュージフォームボディエリア機能的に異なる可能性が指摘されており EBA 発身体部品 フバは体体の全体的な知覚とと関連するという報告があります眼球や大脳が網膜からの情報を受け取る V1 に問題がなく視力や視野が正常でもより工事の大脳視覚皮質の損傷によりオブジェクト認知などの工事視覚機能に問題が生じることがあります。 これを失と言います。いわゆる工事機能障害の一種です。神経科学的な症例をエッセイ帳に紹介するオリバー・サックスの著書に「妻を帽子と間違えた男」という本があります。この中の症例の一つにタイトルとなった男性のエピソードが載っています。知人の写真を見ても誰だか分からず、自分の足と靴を間違えたり、 手に取ったたババララのの匂いいい。を嗅でででで、で初めてバラと認識したそうです。す名著ですのでぜひ読んでください視覚失認と言っても多様ですが物体の認識に問題のある物体失認写真や絵の認識に問題がある画像失認顔の認識に問題がある相帽失認などが区別されます文字の視覚認知に問題があれば出読など言語行動の障害をもたらします キーワードは海馬望、海場,場所、領域です。資格失認は連合型、失認と等角型失認に大きく分類されます。ファラーはこれらを整理し、連合型。失認は視覚情報とオブジェクトの知識との連合の障害。 等型質人は視覚特徴を統合して一つのまとまった形状として知覚する機能の障害とされています。いずれもオブジェクト認知の障害を引き起こし、目にしたオブジェクトの命名が困難になるのですが、その性質は異なります。連合型質人では、形状の知覚は比較的持たれており、2つの図形が同じか違うかのマッチング判断は可能で、 オブジェクトの絵も模写すすることができますしかしそれが何かを認識することはできません妻を帽子と間違えた男性のように手に取って触ったり匂いを嗅ぐなどの他の感覚を用いれば認識することが可能ですこれに対して頭覚型室認では単純で断片的な視覚的処理はできるのですが それをまとまりのあるオブジェクト形状として統合できないので、連合型出認では可能な図形のマッチングや模写も困難です。重篤な例では丸や三角のような単純な形状も弁別できないことがあります。これは特に形態出認と呼ばれています。連合型と等角型の中間のようなケースを統合型出認とすることがあります。 図形の弁別や模写も可能ですが、時間がかかり遂行も困難です。頭角型失認は、後頭葉側頭葉下部の視覚皮質である、外側後頭複合体 LOC-Lateral-Occcipital-Complex ララの損傷によって引き起こされると考えられています。 これに対して連合型出任では LOC より前方の側頭用仮面領域の損傷が関与すると指摘されています排足炉は空間的な認識運動など処理と関わっています排足炉の頭頂口頭の損傷により空間的認識に影響が現れます反則空間無視は 損傷した半球と反対側の刺激に対する空間的認識が障害される病態です。主に右半球損傷後に生じます。